妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、チェコスロバキアのティア級中戦車。使いやすい3連発ローダー砲がいい感じの子、シコダ T53 だね。うむ。マップはタマちゃん、マッチングはティア級と10だね。それじゃあ初動は、中戦車さんの定番ポジションの一つである、中央を取りに向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、前線向きの中戦車さんたちが一緒に中央に向かってくれてるね。うむ。これなら敵中戦車が来ても、互角以上に戦えそうだね。よしよし、敵が誰も来ないとはなかなかラッキーだったね。いいね、お姉ちゃん。ただ妹よ。今日は嬉しいような悲しいような、そんなニュースがあるんだよね。お姉ちゃんのその言い方だと、次のこの開発が終わっちゃったとか？うむ。ズバリ正解だ妹よ。そしてこのバトルがこの子でのラストバトルになっちゃうので、今日は私たちのこの子の戦績を振り返りながらのバトルと言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。そしたらまずは公式さんの車両レーティングにおける私たちのこの子のスコアになるんだけど、戦闘数41戦、WTR3685、勝率 46.34%、1戦平均4ダメ2368、キル数 1.17、アシスト485だね。比較がないとあれなので、私たちが乗ったことのある他のティア級中戦車さんたちと比べると、こんな感じだね。よだめは一番みたいだけど、勝率がちょっとあれだねお姉ちゃん。そうなんだよね。よだめは一番出てるのに、肝心の勝率が全然あれなんだよね。あう。と、マウマウが仕掛けるようなので、私たちも続いちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしたらリロードをしつつ、次は北東の味方さんの応援に向かうとしようか。了解だよお姉ちゃん。たださっきの勝率の件だけど、確かこの子、初期砲は飛ばした子だよね。うむ。初期砲はあまりに微妙そうだったので、改良砲塔と最終砲をフリーで開発したんだよね。なので他の子よりむしろ条件いいはずなんだけど、勝率があれなんだよね。あう。エンジン取りたいにはフリー経験値を使ってないけど、そちらは初期状態でもそこまで悪くなかったはずなのにね。だね。正直あんまり勝てなかった子だけど、乗り味は悪くない子だったし、ここからはこの子に乗ってみての感想と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。まず飛行に関しては、なかなかグッドな感じだったよね。うむ。単発320の3連発ローダーさんでありながら、リロードタイムは22秒となかなか早いし、照準回りもそう悪くなかったからね。拡散はさすがにちょっと悪めだけど、劣悪な子が多いローダーさんの中では、そこまでひどい値じゃないもんね。だね。次に機動性は、最高速こそ50キロ止まりだけど、出力重量比が高いので、こちらもそう悪くなかったね。いいね、お姉ちゃん。ただもちろんダメな部分もあって、ペラペラな走行、大きめのサイズ、低めの隠蔽は、ちょっとうーむ。って感じだったね。あわう。でも奇襲や裏取り、狙撃はできるけど、普通に戦うのがあれだったよね。だね。ダメージ交換はローダーさんなのでもちろんできるんだけど、純粋な1対1はこちらのリロードの隙を突かれるとまずいので苦手だし、2対2みたいな時も、2発受けて3発入れに行くのは、単発的にちょっとあれだしね。そうだねお姉ちゃん。味方さんに敵の攻撃を受けてもらって、ならもちろん強いけど、それはちょっとあれだよね。だね。ちなみにこの子の EU サーバーでのスコアは、勝率は 48.42% でティア級中戦車16両中10位。よだめは1490で4位となってるね。ということは、攻撃性能は高いからよだめは出しやすいけど、前線で敵の攻撃を受けたり、スポットしたりといった他の面で貢献しにくいから、トータルでは勝ちにくい車両ってことになっちゃってるのかな。おそらくね。実際勝率のいい子って、AMX33、E53、7倍センチ3と、前線でガシガシ打ち合える子になってるしね。あう。
でも続く433ミューデスさんも、走行ある子だもんね。だね。とはいえ今日みたいに奇襲で二人して連射できるような時は、この子乗っててすごく楽しいと思っちゃうんだよね。いいね、お姉ちゃん。そしたら価値確定のラスト3両だけど、最後までビシビシッと撃破を狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ3113、キル数4、アシスト414、棒ダメ0。スコアは1189でチーム内トップ。1バッジとレヘバスライホ勲章をゲットだね。今日のバトル、初動の中央に敵の速い子が来なかったこともラッキーだったけど、その後の北東の重戦車戦場への裏取りも、すごくいい感じだったね。本当だねお姉ちゃん。気持ちいい裏取りだったよね。収支は、通常弾オンリー運用だったので、2万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。